春日ガ市立郷土館は、愛知県春日ガ市鳥居松町7丁目にある郷土、資料館。幕末に建設された建物を使用している。1973年6月15日に、春日ガ市の市政30周年を記念して開館した。この建物は、1856年に、酒造業を営んでいた飯田十造の離れ屋敷として建てられ、江戸時代には、 名古屋城と中山道とを結ぶ街道であった、カ街道に面している。1880年には、明治天皇が京都への巡行の折に、田治見からカ街道を通り、この建物で休憩した。その後、大山銀行や大垣協立銀行、商工会議所が使用したため、内部は一部改修された。1938年12月27日、 当時の篠木村長の藤田三郎が大垣協立銀行から購入して村に移管し1943年の春日市政、施行に伴い同士の所管するところとなった。1958年、この場所は明治天皇下原神殿御小級初級席の名称で子の文化財に指定された。入口右には河海道由緒の石踏みがあり、庭には 区費や市内各所の同票が集められている。郷土館は現在耐震基準を満たしていないとの理由から内部へ入ることができない状態だが、以下の日時において庭先から室内を見学することが可能である。ありがとうございます。